お邪魔します。はい。まずですね、玄関。はい、これ、こうですね。この、なぜかここにスペースがあるんですけど、ここのスペースは何用か僕は分かってない。はい。ので、まあ僕の使い方といたしましては、ゴミ袋とかをここにボーンって置いて、で、ゴミの回収日になるまでここに置いとくっていう感じですね。次。収納。ここ多分靴とか入れるとこなんですけど、僕はもうなんか扇風機とか、そういうもの、バッグとかそういうもの置いちゃってます。はい。テニスラケットとかね。あ、テニスしてえな。テニス最近できてね。マジ。で、あ、開いてた。あ、まあ、マジこの、お邪魔しますで入って、こっから。入って、こうです、もう。この広さ。で、二重扉になってるから結構ね、保温性はいい。遮音性もね。で、こうやって入ります。はい。で、僕ん家の広さわかりますかね？この、これベッドっすね。もうベッドブーンって置いたらもう俺のスペースここだけっすね。はい。で、ここに洗濯も僕ちょっと、オリジナルで。まあ、本当はこれちょっともうちょい頑張って勝たせばいいんですけど。まあ、今、ちょっと干しっぱっていうところで。で、この壁。入って、はい。お邪魔しますで入って、で、俺の仕事とかするパソコン、壁。あら、鉄筋っす。はい。なので、ここで、おーい！か、ダメかもしんないけど。で、入って、で、キッチン、もうこ、キッチンがここにある、もう。ちょっと荒れてるんですけど気にしないでください。キッチンがもうここにある。で、換気扇あって、で、ここに僕は洗濯物を置いて、洗濯物の上に、こうやってちょっと帽子とかかけまして、で、こう、暖房、はい、暖房から、こっち側の壁までの距離、もう、2メートルとかしかない。だから、一瞬で温まるんですね、僕んち。神です。はい。保温性もいいんで、結構電気代がかからないっていう。で、トイレ、こう。はい、お邪魔します。って、トイレですね。で、お風呂。はい。僕んちはですね、ここ、ちょっとここに洗濯物干してるんですけど。はい、こんな感じです。俺、僕んち、湯船ないんですよ。もう、シャワーで終了っていう、僕んち。僕の身長でここの頭当たりそうなんで、結構やばい。ここに携帯置いちゃうともう全部見えちゃうっていう僕の部屋。で、僕んち、この前乗せた時、なんかコメントで、牢獄やみたいな、牢屋やみたいな、牢屋みたいやんみたいなコメント来てたんですけど、まさにその通りです。はい。僕んち3階なんで、景色いいんですよ。僕んちスカイツリー見えますね。頑張ればスカイツリー見えるみたいな。はい。スカイツリーちょっと見せます。ほら、スカイツリー見えますね。これワンチャン、住所バレるな。まあ、別に住所バレてもいいですね。見てください、ほら。スカイツリー見えます。ほら。スカイツリーまでだいたい20分くらいで行きますね。立地は結構完璧。東京都内ならば、一瞬でどこでも行けちゃうみたいな感じのところなんですけど、広さが終わってるっていう。だからもう、立地、遮音性、保温性、部屋の広さ以外すべてにおいて、もう、すべてにおいて、ベストを尽くした。お金ないやつが、部屋の広さ以外すべてにおいていいものを選びに選んだ、襟好みした結果、こういう部屋になります。はい、広さはもう6畳という、もう6畳もないワンちゃん、ベッドとか置いちゃってるんで、相当やばいんですけど、まあ、僕ん家の家賃、そんな高くないんですよ、正直。まあ、前回住んでたとこ2万円だったじゃないですか。その3倍ぐらい。はい、3倍ちょい上。ぐらいなんですけど、ここ外からね、俺んち中見えちゃうから、本当はカーテンしたいんだけど、カーテンすると暗くなっちゃうんで、まあ今こうやってなんか部屋の中で右手にカメラ持ちながら、右手に iPhone 持ちながらなんかやってるやつみたいなのが外から今バレバレで見えちゃってるんですけど、ちょっと僕んちの前大通り的な感じなので、大通りでもないですけど、大通り的な感じなので、結構今ガミ、信号待ちしてる車たちにちょっとガミされてるんですけど、まあ別にいいとして。で、まあそんな感じで、お金ない奴が都市に住もうと思って、広さ以外すべてにおいて、綺麗とか、ユニットバス屋だとか、あと、立地がいいとか、駅地下とか、とかもうそういうのすべて詰め込むと、まあ僕みたいな部屋になるよっていう。
結構僕いいんすよね今のところ。けどやっぱ広い方が運動できるんで、僕運動大好きなんで、ちょっと部屋の中で運動、いちいち着替えて外出んのめんどくさいなって時に部屋の中で運動したいんですけど、僕んちちょっと狭すぎて逆立ちするともう逆立ちして失敗した時にはガッシャーンってなってもう全てが崩壊するっていうレベルなんで、まあ悪くはないですね今のところ。でもよく言うと、あの早くお金持ちになってもっといい立地のところで、さらに広くて綺麗なところで静かなところに住みたいなと思ってます。あの早く今の家から引っ越してお金持ちになってやるぞっていうモチベーションがさらに湧き出たかなって感じですね。はい、マジ狭いっすね。もうだって何歩で行けるかな。ここはい、入り口行きますよ。1歩2歩、はい、もう3歩で着く壁まで。この狭い部屋に収納庫、なんかもう元からこいつあいるんですよ。で、この中に服突っ込んでるみたいな感じなんですけど、これだけじゃ収納100足らないし、これ以上収納置いちゃうとスペースが足らなくなるしって感じのことで感じになってしまうので、このベッドの下にこうやって収納こうやって突っ込むみたいな、もう工夫に工夫を凝らした結果、まあ住み心地のいい、収納たくさんあるいい感じの部屋になったのかなって感じですね。だ結構まあ便利っちゃ便利だ。ここ基本的にもう僕ここ、こうやって座ってこうやってここでパソコンでこうやってカタカタカタやりながら、ここで座りながら、こうやってここでキッチンで、ちょっと汚いですけど、このキッチンこうやって座りながら料理できるし、てな感じですね。こんなクソみたいな狭い部屋住んでますけど、まあ一年もかかんないうちには大金持ちになって、麻布十番とかのね、麻布十番じゃない、もうタワマンなんか住まない、もう、ホテル暮らししてますよ。はい、ホテル暮らししたいんで僕、もう家とか持ちたくない派なんで、もうホテル暮らしして、もういろんなとこ飛び回って遊びまくって仕事しまくりたいみたいなタイプなの。まあ遊びまくりたいんで、まあ早くちょっとね、稼がないといけないんで、ちょっと。まあ、稼がないといけないんで、はい。もうこのクソ狭い部屋をモチベーションに、頑張って稼ぎたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。